こんにちは。ちょっと今題名をつけております。何ですけどか、アレンジライブ、これをはい、ビームします。はい、はい、ではやります。はい、お願いします。今日は何をやるかと言いますと、今あ発売さスタートした、しました。どうでしょう、皆さん買えましたか？アズールコーム、アズールコーム、そう、これね、シャンパン色ですごい可愛いんです。そう、シルバーとの相性もすっごいいいので、あと形もクレセントコームとはちょっと違う感じで、うん、これをね、使いつつ、これも使いつつ、他のアイテムも使いつつ、今日はアレンジをしていこうかなと思います。なんかサテンっぽいんですよね。そうそう、サテンっぽい感じ。なんか質感が、ひかりちゃんのロングのアレンジがね、結構皆さんなんか、ロングでどうやってアレンジしていいか分かりませんっていう人もいけるかなと思いまして、ちょっとね、昨日の変化バージョンのアレンジから始まり、プラスなんかちょっと違うのをやっていこうかなと思ってます。で、チェンジした方が皆さん見えますか？そうなんです、ね、そうそう、オイルって、あ、オイル、あ、そうなんです、はい、あ、はい、じゃあこれ、はい、いきますね。はい、まずはオイルつけます。こっちで皆さんのじゃあ質問とかに答えていきます。髪が多くてもできますか、ひかりちゃんは、ね、はい、最強の多毛の髪の毛の持ち主でございます。なので髪の毛分けてって分けてあげたいです。本当だよね、可能なのであれば。本当だよね。ちょっとね、今思いついたことを私はやっていこうと思いますので、編み込みをしながら、あ、でもこれ自分でできるアレンジじゃもしかしてないかもしれませんが、ちょっとご了承ください。はい、はい、そう、見て楽しむ。そうですね、そう、編み込みをしながらちょっとぐる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 ねじりながら編み込みをしていきます。ちなみに私はレイヤーは入って、うん、これは入ってないです。ないですね。入ってないです。うん、髪多く見えませんが、あ、すごいですよ。多いですよ。本当にすごいですよって私が言うのもあれなんだけど、いや、小野坂さんに本当に任せてね。やっぱね、本当髪の毛多い人は、そういう風に見えないようにするカラーとかもあるので、はい、そう、今の長さになるまでは意外と2年ぐらいで、もうこのぐらいになりました。全然違うアレンジにしたくて、急遽決めたので、ちょっと待って、はい、ゼロから ゼロから出します。ゼロから出します。編み込みのなんか変化バージョン、もしかしてなんか美容師さんとかの方が知りたい部分かもしれない。いいですよね。そう、なんか美容学生の方とか、うん、ちょっと勉強しだした方とかが見れたらいいですね。絶対ひかりさんの倍量がありますって、すごい大変ですよね。本当にそれは結構すごいぞ。いやー、本当にお気持ちを察しします。いやー、お察しします、ね、そう、でやっぱこういう場合も編み込みとかもできるだけちょっとなんかギチってしながら、
この時期全部入れ込んじゃって、もう可愛いです。ちょっとくるくるねじりながら、ねじりながら、いきます。髪の毛乾かすのは3、どうでしょう、普通のドライヤーで2、30分ぐらいですかね。2、30分か、すごいね。ねえ、なんかタオルドライとかも合わせたらそのぐらいはかかります。まあでもそうだよね。はい、編み込みネジそう、編み込みっていうかなんていうかみたいな感じのにしております。あいさんの小指のリング見えてるのはパスリングです。パスリングですね。パスリングシルバーです。矯正とかはかけたことないんです、人生で。この時期静電気でスーパーサイヤ人みたいになりませんか。あ、意外と広がったりはしないですけど、確かに、はい、ひかりちゃん長さがあれなので、ね、長さがあるから多分、ね、広がったりするタイプではないって感じ、はい、あ、かわいい。ここ切ってやろうかな。はい、このね、ピン皿を持ってるの。はい、うん、で、あ、ごめんなさい、私ね、あ、大丈夫ね、やっちまいました。あとから片付けます。生中継で、生中継で、はい、生中継であとからお片付けします、はい、で、このたるみがあるところとかも隠す感じで、中に隠す感じで見えますね。襟足、昔あれなんです、脱毛したんですよね。おー、ほんと。襟足ってでも確かにね、あのほら、バランスがやっぱり襟足がすごい長いと、はい、バランスが悪くなるので、確かに脱毛はね、いいと思う。なんか背中までしたらここだけしないのも変だったので、うんうんうん、その時何も考えてなかったですけど、うん、やってよかったなって思います、うん、でもね、いいと思う。やっぱね、それって結構人から言われないとわからない部分なのかもしれない、うん、あんまり写真にも映らないですよね。そうそうそう、後頭部あるの羨ましいってないんですよ、私本当に。なくて絶壁です。ここ？はい。ここでも、でもね、なんかすごい大変な感じではない感じ。そう、アンジェルコーンと、何つけるかな、なんかつけ放題だから。そうなんです。アイロンチャー。はい、いっぱいあります。なんかこのアレンジだと少なく見えま、少なくっていうか、そんな爆発してるように見えないですね。うん、ね、そうだね、確かに。なんか一人でできるアレンジを教えてほしいですって来てるんですけど、うん、この後 やりましょう。はい、一人でできるアレンジね、ロングだとね、結構難しいですよね。なんか本当私でも普段はフリュイ任せです。なんかベースはシンプルにまとめて、あとはフリュイのジュエリーに任せてる感じ。このね、こいつが意外とパスヘアピアスが結構ね、 あれだよね、すごいマストアイテム、うん、この辺にワンクッションあってもいい。かわいい、こんな感じとか、こんな感じとかかわいいかなと思います。まずワンスタイル目、ワンスタイル目が出来上がりました。ものの5分です、はい。まあ、編み込みからの変化系をちょっとゴロ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 ってした感じ、かわいい。ちょっと一回これスクショ撮っとこうかな。はい、はい、かわいいですよね。かわいい、かわいい、かわいい。はい、あ、撮っとこうか、これで撮っとか、はい、何の話？何の話？
あ、いい、いい。こちら、こちらからで、ね、この方が。そうそう。この方が、ちょっと邪魔なので、失礼します。うん、かわいい。うん、かわいい、かわいい、かわいい。はい、はい、はい。で、次に行きますね。はい。4つも種類がついてます、ね、でもロングならではかもしれないですよ ね、 こんなにつけられるのはこんなつけて編み込んでも甘くない感じで、うんね、なんか3スタイルぐらいいきたいと思ってるんだけどです、ね、みんな結構あのヘア系を聞きたい方が多かったですね。そうですね。じゃあちょっと次は、うん、前見たとき、あ、前見たときじゃない、そう自分でできる、はい、やり方ねをやりたいよね。はい、そうですね、はい、頑張ります。自分でやるとき、やり方が潔いやり方がアレンジするとね取りたくなくなっちゃうんですけど、本当に夜なので本当に、ね、何パターンかやりたいので私がよくやってたアレンジ、イベントとかでもよくやってたアレンジをいきます、はい、まず斜めに取ります。こうやってで、ここを組んでぐっと結びます。結構モイ使ってるんですけど、はい、でもおすすめのスタイリング剤か、うーん、ね、このところだとモイが多いですよね。なんかアレンジの時というか、うん、寝る前とか起きた時のブローを怠るとすごい広がる気がします。アレンジしようってなった時ってよりかは、うん、どうかなしますか。あ、多分出て、あ、出ていたりとかじゃない、はい、なるほど。怪奇現象だ。西川が私の髪の量に笑ってます。で、この下側から少し横から見る、横から、はいはいはい、こうやって止めます。ちょっと止めますね。そしたらちょっとこう、なんていうの、前から見たら二つ結びではないんだけどそういう状態になります。でそしたら、どうする、なんか、まあ、なんていうのかな、透明のゴムを使ったアレンジが一番簡単は簡単なんですよね。なのでそれでいこうかな。ここはね、後からプリューをつける予定なのでこう普通の黒いゴムでいきました。あんまりこう弱い部分だと光ちゃんの髪の毛は危険なので、そうなの、弾いちゃう、弾いちゃいますね。あ、確かにこのままピン使わずにしてくだされば子供にもできそうですね。うんうんうん、確かに。ちっちゃい子たち長い髪の毛の子多いですよね。多いですよね。確かにね。で、こんな感じで普通にここからまた結びます。とかも、ああ、してみたいよね。どうなりますかね。ねえ、どうなりますかね。この前でも意外と良かったのがあったね。そうですよね。そう。
うん、今リアルタイムでヘアアレンジ挑戦中ですって来てます。あ、嘘嘘、本当嬉しいですね。で、こんな感じで何個ぐらいかちょっとこうかな、こっちか、ちょっと近づきますね。そうだ、感じなんかアンバランスな感じが可愛いかも。確かにあのメイクイベントの方たち、この仕上がった写真こういうの多かったかもしれない。そう、自分でできるアレンジってなるとやっぱり自分でこう、うん、ゴム結んだりとか、はい、そうです、ね、そうしなきゃいけないから、そうなるとこんなサボテンみたいなね、メキシカンっぽいって言ってサボテンそうそう、サボテンみたいな感じにして、で、上と下でつけようか。上の方にこのこっちで、下の方にシャンパンしてみようかな。すごい、シャンパン、これも5分ぐらいですよ、多分 できる感じ。なんか私絶対一足にした時 M サイズはつけられないんですけど、うん、今半分ずつにしたので M が使えます、ね、いけるよね、はい、で下の方にこう使って、もうヘアピアス超使えるよね。いや本当に本当に使えるんですよ。なんかやっぱり黒いゴムが見えちゃうと生活感が一気に出ちゃうので、うんうん、出ちゃうよね。そこを隠せるだけでも全然違います。そうそうそう。でこれをちょっとねキュッとまとまった感じにします。でそこでを内側に、これでねピン全然使わなくてもいいんですけど、そうなんかまとまった感じにした方も可愛いので今日は使います。で皆さん、なんとこれ2パターン目です。そうです、はい、あ、痛い？あ、全然大丈夫です。さあこんな感じで、おーすごい、ね、アズール、アズール、アズール行くよ今日は。アズール祭りです。どうなんでしょう、みんな買えましたかね。はい、アズール、かわいい、面白いですよね、うん、こういうアレンジもね。ちょっと後ろ時差があるんで、うん、かわいい。あ、ふわふわに巻いたのみたい。確かにね、かわいいかも。こんな感じ、全然イメージないですね、私ね。あ、アズールがついた、かわいい、うん、見えてる、見えてる、かわいいです、すごい、なんか前も見てみる。はい、クレセントコームとはデザインも絶妙に違うんですよ、うん、そう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 、質感とか素材とか。アズールってあれだけかな、あのシャンパンのみ、今そうですね、シャンパンだけで、そうそう、それもね珍しいよね、シャンパンっていう。そうですね、シャンパンっていうのがコームでは初です。うん、なんか前がすっきりしてるんで、うん、大きいピアスつけてもね、かわいい、いける感じです、ね、という感じ。すごい、一回転してみる、はい、かわいいよね、かわいい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 よ。あ、じゃあ写真、写真、あ、写真写真撮ろうか。じゃあこれで、はい、写真撮影は本当だよね。あ、かわいい、かわいい、かわいい。はい、では、はい、なんかどう、4つぐらいいけそうな気がするけど、なんかね、なんか勢い的にヘアライブってヘアだけのライブってないよね、あんまりね、カメラの子見てるぐらい。そうだよね。じゃあ次に行きましょうか。はい、はい、潔く撮っていきます。あー、もったいない。そう、私は今日すっぴんではないです。え、すっぴんに見えた。あの、昨日すっぴんで撮って登場した。あ、そう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 、すっぴんではございません。これちなみにこっちについてたのはあれです、あのシャンパンです。で、下が、シルバーがついてました。うんうんうん、ありますね。透明ゴムって絡まないからいいよね。
いいですよね、吸ってくれて、はい、あっという間になくなります。さあ、アップスタイル行ってみるか。行けますかね。ねちょっと恐る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 なんかさ、お団子とか、はい、かわいいかもね。お団子は無縁だと思ってましたが、かわいいと思うよ。行こうか。行きましょう。この毛量で、まあここまでロングじゃなかったとしても、うん、ちょっとさ、一瞬鏡を向けてみようか。はい、うんうん、これ、これどうしようか。どうですか。ね、こうかな。あ、いいよいいよ。はい、行きます。いいぞいいぞ。秒で団子完成ってきた。そう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 。団子ね、速攻完成します。これね、あのティース、あ、エスペソティースですか。エスペソティース使おうと思うんだけど、皆さん大好きだ。そう、使おうと思うんだけど、多分ね、普通にこれぐらい長いと全然ブサだけでもいけるんだけど、ゴムがあった方が固定されますので、なんでわっしょい、わっしょい、みんな、アイさんの腕がわっしょい、みんな、おおすごい、ね、なんか入れ込んで、入れ込んで、ここすごいからすごいんで、潰す、はい、潰す、潰す。これ皆さん結構な力で愛さん潰してくれてます。あ、もう痛い、全然大丈夫です。私頭皮強いんで大丈夫です。ガリってやっちゃった。全然大丈夫です、本当に。すごい、かわいいね、かわいい、止まりました。上でちょっと、これぐらい髪の毛が多い人、多い人というか長くて多い人はちょっとここで調節してもいいかもしれないね。あと例えば、皆さん見てください、これすごい、ね、頭皮わっしょい、頭皮わっしょい系です。なんかここにすごい、ここにつけてみた。え、何についてあ、かわいい、なんだっけ、マイさんの時みたい。あ、そう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 、なんかもうアイさんにやってもらうと、この辺のわしゃってなってるのでさえすごいかわいい、かわいい、かわいい、いい、すごい。たまにはね、いいかもしれないね。これ毎日これがいい。毎日すごい。あ、これこっちにしよう。お団子いけたんですね。お団子いけるいける。ちょっとコツが必要ではあるけど、でも全然いけると思う。あ、結構横から見るとすごいけど、すごいですか。毛量ですね。止めましょう、止めましょう。そう、潰すっていうのがポイントかもね。はい、うん、こういう時は、うん、アメリカピンの方がいいんですか。そうだね、アメピンじゃないと難しい、難しい、難しい。かわいい、かわいい。おー、まっすぐ向いてみる。はい、かわいいよね、お団子ね。こんな感じです。なんか甘くない、甘くない、この、はい、これがまたいい感じですよね。そうそうそう、ここなんかシャッて出してても全然大丈夫。毎日これかわいい、かわいい。写真撮るか、写真撮る、写真、皆さんすいません、写真タイムすいません、写真。あと1個ぐらいいけそうだね。はい、巻いたスタイル私もやってみたいから。いやー、そう、これがいい。うん、そこで大丈夫。はい、嬉しい、ありがとうございます。次行きます。はい、エスペソです、エスペソティース、はいね、はい、次ラスト行きますね。ラストです。はい、これこっちですかね。はい、ラストはどうしましょう。何が見たいですか。何が皆さん、リクエスト聞いてもいいかもね。はい、リクエストタイムにします。リクエストタイム、リクエストタイムです。あ、でもさっきの、うん、うんうんうん、
今日は愛さんがカメラ小僧ですね。結構なんか無限にできそうな気がしてきたの。この長さだと何でもある。すごいですね。巻いてほしいと。やっぱ巻いてほしい。巻いてみるか。光ちゃん巻くイメージないもんね。ないです。ボリュームを抑えることが一番の目標だったんで、なるほど。巻いてほしい。巻いてちょっとアレンジしてみようかな。でも確かに、はい、いや、めちゃめちゃ早いですよね、本当に、うん、だって開始してまだ20分。すごくない？25分ぐらい。これなんとかチャレンジなんとか、本当に。じゃあ、ひかりちゃんをまさかの巻いていきます。まさかの、ね、巻きます。巻きます。まず毛先を軽く全体的に巻きます。前髪上げたアレンジ、確かに、ね、前髪は上げてみてもいいかも。ないバージョンこんな感じ。強い、あの、でも癖が強いから、ジェルとかつければいけるけど、はい、ジェルはある？ジェルあります。ある？はい。上げてみるか。上げてみましょうか。まさかの上げてみる。なんと。え、みちかさん絶対巻き髪見たことないですって来たんですけど、あります。絶対あなたあります。絶対あります。ね、楽しくなってきましたね。記念挑戦、確かに。じゃあ皆さんの要望に応えてくださるそうです。おすすめのアイロンメーカーは、なんか昨日ライブでその話題になったんですけど、なんか愛さんが日本を離れてから結構経つので、アイロンメーカーのおすすめはちょっとわからないんですが、クレイツです。クレイジーです。まさかの巻いてみる。巻いちゃいます。最後なんで。でもさ、それかストレートでこうやって描いてあげて、あ、なんか使えるものに。いや、でも巻いてみよう。巻いて、巻きます。巻いてって言ってるから巻いてみよう。皆さんの要望に愛さんが応えてくださるそうです。前髪センター分けピン止め、あ、でも、あ、ウェーブの後のアレンジも見たい。ウェーブの後の、そうだね、OK、はい、じゃあ最後に下ろしたバージョンのウェーブの、アレンジとその後もやっていってみる。いや、神回です。神回です。神回、なんと神回です。こうやってこんな感じで表面だけまずはやります。表面だけで大丈夫、はい、何ミリですか、これは。これ26ですね。これは26です。26ミリ。まさかのひかりちゃんの巻くを巻くとは。こんなに押さえつけて、あの過ごして、はい、過ごしてきたのに自らボリュームを出す日が来るとはね。でもね、色がね、結構柔らかく見せる色、はい、見える色なので、なんかね、そんなにね、あれに見えない。確かに、触らないと分かんないかもしれない。そう。かわいいと思うね。で、ボリュームがある人は基本的に巻くのって表面と顔周りだけで大丈夫。あと毛先ね。毛先、そうそう、はい、だけで大丈夫。これどういうことですか？富士みたいな悩み。あ、富士みたいってね、あの、ここにね、こういうがある。え、なるほど、ね、逆にかわいい、かわいいと思うんですけど、うん、私、ね、でも、あの、すごい悩んでるんだったら脱毛もできるんだな、富士みたいって。あ、ここですか？そうそうそう、まあ、こことかもできますよ ね。そう、脱毛はね、なんか必要ないと思ったらね、私も脱毛はしちゃってもいい気もするけど、うん、ただ富士ビタは富士ビタで可愛いから、ね、でも頭の形綺麗そうですよね、こう見る人って、ねね、はい、おでことかもね、出してもよさそうね。で、くるくるくると巻きつける、うん、そう、巻きつける。
こういうなんか小さい頃とか、うん、お母さんのポニーテールにするの大変そうでした。はい、ちっちゃい頃から結構毛量があったんだ。はい、いやそうだよね、大変だよね。髪質ってあんまり変わらないですもんね。髪質ってね、あんまり変わらないよね。まあでもね、ちっちゃい頃はやっぱ結構柔らかかったっていう人が多いけど、まあ、あとは妊娠で変わる場合もある。そうですね。っていう場合もある。そう で前髪を上げます。はい。でもジェルつけたら後から外せなくなっちゃいそうなんで。その後後の。その後の。確かに。結構あれだなと思うんだけど。爆毛ベイビーできた。爆毛ベイビーにさ、かわいいよね。かわいいですよね。じゃあ、どうしようかな。その後のことを心配すると、あげんのどうなって感じもあるんだけど、その後ですよね。そう、その後。本当はね、ここでね、ストレートアイロンでくるんって外側に打って、で、上に上げるっていうのもできる。そう。なので、なんですが、今日はそしたら、後から戻しが効くように、そう、シャンプー台とかがないからね、はい、ちょっとこの後、ね、予定があったりするので、はい、あ、私はだ、うん、そういうのは大丈夫です、うん、はい、でもね、私がちょっと、そうですよね、そう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 なので、こうやってね、こうやってこっちの方向にしようかな、くるくるくるっと、くるくるくるっと、じゃあ私がちょっとこれを持ちましょう。そうだね。それかこうやっていけばいい、いけばいい。そう、くるくるくるっと行きまして、ピンで、確かに私前髪ないの超久々だね、はい、もう本当に、どんな感じか見てみる。でも猫背、あ、ごめんなさい。そう、でも今ちょっと映りやすいようにごめんなさい。何何、ね、猫背って来てたらごめんなさい。私かな、私なの、あ、でも私かもしれない。見てね、くるくるしまして、なんかこんなに長くてもこんなに無限大にあるんですね、アレンジ。本当だよね。私の指が言うこと聞かない。大丈夫、痛くない？全然大丈夫です。こんな感じからのこっち側の猫。巻き髪でカジュアルに見せるコツってありますかって聞いて、あ、ウェッティなヘアにする。ごめんなさい、今いたよね。今なんか入り込みました。誰かいます。ちょっと出てくように言っといたんで、何でしたっけ。入場者。そうなんです、ね、なんだっけ、カジュアル、巻き髪でもカジュアルに、うまくいかないぞ。なんか取りつかれ、取りつかれた、取りつかれた。巻き髪でもカジュアル、そう、結構ね、ウェッティなヘアって結構ねモードになりやすいので、うん、私は結構すごいそういう風に見せたいときは、カジュアルに見せたいときはウェッティな感じにすることが多い。ちょっとワックスにしますね、今日。巻き方っていうよりかは質感っていうか、うん、このスタイリング剤の量とかが大事みたいです。そうですね。で、本当はここでジェルとかをピンってつけてあげるとよくて、ここはね、ちょっと
だとやりたいんです。え、自分でも新鮮です。おでこ、ね、かわいいよね。おでこ、オイル何プッシュぐらい？オイル何プッシュぐらい？あ、全然大丈夫です。オイル、普段のひかりちゃんのこと？あ、私ですか、うん、3、4ぐらいは、なんか2回に分けてます。一気につけずに1回全体的にしっかりつけて、最後毛先とか顔周りにプラスしてます。まさかの私がカチューシャを行けた。いろいろ卒業の、すごいですね。可愛いよね。なんか甘くない。ね、ちょっとね。これドロップスヘッドバンドっていう。そう。いい商品です。私これ個人的にこの間たまたまライブで紹介したんですよ、久々に。おー。でも本当に好きなデザインで、うん、なんか甘く見えるはずのカチューシャがすごいモードになるじゃないですか、うんうん、けど私合わないだろうなと思ってたんで、そのスタッフにつけてあげてたんですけど、うん、嬉しい。そう、なんかカチューシャって前髪を上げた方が似合うよね、はい、前髪があるスタイルよりも私を上げてるスタイルの方が好きかもしれない。昔あの愛さんの YouTube、うん、一番最新、本当に昔の YouTube とかにもありますよね、うんうん、レザーのトップスにモデルさんがつけてる。はい、本当あのモデルさんがつけてる。よかったら皆さん YouTube 見てください。私がもう昔の方が覚えてるそうっていうのも可愛いかな。シンプル、嬉しい。リップはアイさんおすすめリップを使ってます、うん、シャネル、シャネルのね、モーメントっていう、はい、そうで後ろはちょっとね、こんな感じでゆるい、ゆるいウェーブにして。すごい可愛いけどね。いや、これ前髪が切りに行けない時とかにいいかもです、うん、ね、すごい。見てくれる、はい、まあ、ピンもできるだけ見えないようにして、でカチューシャつけるとかでも可愛いかも。でこの辺はビタでやって、はい、顔周りだけ出す毛があり、そこをかなりウェットにする、そうとか、いい感じです。これなんか全体のこの身長でこの長さって結構アレンジ難しいんですけど、うんうん、前髪がないといけるかもしれない、ね、いけると思います、うん、嬉しい。可愛い。では最後、あ、これも外すんですね。ね、外すんですね。そうですね。これも外します。これも外しますね。かわいいよね。確かに大人っぽくなる。ね、あ、撮りますか。大丈夫です。あ、写真。写真。写真忘れてた。写真忘れてた。大丈夫。見て。結構ね、あのポイントがね、これ合ってますかって感じなんだけど、ちょっと後ろすぎ。あ、全然。大丈夫。かわいい、かわいい。これ私持ってなかったんですけど、顔を。変えたくなるよね。変えたくなります。嬉しい。写真撮りましたかってみんなあの。そうだよね。あ、ね、それぐらいでいいかもしれない。ボブでもショートでも合います、うん、このカチューシャ、うん、かわいい。写真撮られてるところ見られると恥ずかしいですね。もうちょい前かな。これ一番ブサイクな顔ですよね。含みこそブスなんで。含みこそブス。はい。
恥ずかしいよね。はい、ちょっと OK、 はい、はい、では最後あ、8、はい、だって私8針代表みたいな感じですよ。8針代表なのでちょっと前の方が良かったみたいです。そう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 、あのね、結構人によってって感じなんだけど、なんかちょっとした、まあこれを言うとね、あれなんだけど、微調節だったら、あ、でも多少はできます、ね、多少はできます。人のその方の頭に合わせて、形に合わせてということで、あ、うん、お持ちだそうです、ヘッドバンド。ぜひ、ね、使ってみてほしいよね。使ってみてほしいです。はい、いつも光りました。はい、戻りました、はい、で最後、巻いた状態でのアレンジ、まさかの5パターン目っていう、ね、本当だよね、いけそうだよね。アリさんすごくないですか、もうこの短時間で多分ほぼ10分、10分以内のばっかりだと思う。そうだね。あと何が見たい？何かあったっけ？おかえりなさい、ひかりさん、ただいま、皆さん。あとは、まあ、なんかポニーテールってのも着てたり。ああ、なるほどね、ポニーテール系ね。違うね。長いので何でも何でもできるよね。あ、ハーフアップね、ハーフアップって難しいんですよね。ハーフアップ難しいね。コンサバになりがちっていうかになっちゃうからね。ポップコーンヘアしたら私多分とあるキャラクターみたいになりそうです。こういうこと？そういうなんか。それは結構難しい。両サイドに1個ずつだと大変なことに。確かに。だってね、ポニーテールね。ポニーテールってひかりちゃん似合うよね。ポニーテールあれからしつこいぐらいしてます。してる。なんかポニーテール上げちゃうとここら辺にクリップとかもつけられるので。うん、そうなんだよね。なんか使ってないものを使っていくのかな。はい。じゃあ、私がすごいロングの時によくやってた、あ、よくやってたアレンジだ。で、ちょっともうちょっと横に、はい、あ、そう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 。こちらがラストになります。ラストです。で、手ぐしでいいです。でも手ぐしをする時も、しっかりこう、中を通りつつ、切ります。で、認定をしますね。本当にね、昔よくやってたこのアレンジって感じなんだけど、いけねえな。迷うんだけど、いけそうなんだけどね。シュシュってゴムが。そう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 。ちょっといけないかもな。アイさんもすごいロングでしたもんね。私もロングだったね、本当昔。そしてすごいカラーがハイトーンとか。ハイトーンだった。ですよね。で。この辺をちょっとこう掴みつつ、こう一周ゴムを隠す感じでさせますからの、ここの髪の毛をちょっとこう上に持ってきて、ちょっと近寄りますか？いや、わかんない、こういう感じかどうかわかんないな。昔はいい感じと思ってやったけど、待って、ちょっとやってみるね。はい。いや。で、ここに引っ掛けて、こういきます。ここに引っ掛けて、なんか無造作なポニーテールって感じにします。これをね、よくクレセントフォームでやってた。あ、ピンクの部屋の時ですか、やってたの。そうそうそう、そう。よくやってた。こんな感じとか。無造作。え、今どうなってたんですか。ちょっと待ってね。え、これシャッタードですか？今シャッタードでございます。かわいい。シャッタードでございます。巻いてるからね、なんか毛先の方も嫌な感じじゃなくできるかなっていう。シャッタードうさって刺しただけの。なんかシャッタードってよく質問されるんですよ、うん、
おろし紙だとちょっとこうずれてきやすかったりとかするので、うんうん、どの辺につけるのベストですかとか聞かれるんですけど、これすごい指と思います、ね、あとなんかちょっとこの辺にこうやってちょっと横もうちょっと、そうそう、この辺にこう髪の毛と結んでる下の髪の毛を絡ませたりとか、つけるとかどうだろうとかね。これいいですね。この途中でとかね。なんかどうなってるかよくわかんない部屋。いや、それがいいですよね。そう。はい。これは絶対自分でできると思います。自分でできるよね。うん、もう1個ぐらいなんかつけてみようかな。これロゼッタとかどうだろう。あ、まあ、反対側だけどさっきと同じ感じでつけます。はい。こんな感じで。すごい。なんかいろんなヘアジュエリーのいろんなパターン入れていいですね。バレとか。かわいいよね。こんな感じ。バランス的に。かわいいかな。かわいい。と思います。はい。ということで。5パターン終わりました。5パターンです皆さん、はいはい、以上で1個10分です、ね、1個10分を5パターンしてもらいました、ね、ということで、はい、どれが好きだったか、どれが、はい、どうぞ投票で、ね、あとこっからなんか待って、こっからさ、はい、なんか始まってます、はい、三つ編みするとか、あ、愛さん、ブリーチ何回したか教えてください。ブリーチ何回したよ、私何回すごいしました。帰国してから2、3回帰国して、そうだよね。いや、うん、2、え、1回だよ。あ、1回ですか。そう、1回で行けたの。じゃあ一番最初のあれだけブリーチして、そうそこから。でもベースの髪の毛が確かに、あれだったね。結構もともとブリーチもだったって感じです。あ、そう、なので、それ合わせるともう何回か分かんないですよね。そうで、私の頭のサイズはちょっと自分で分からないよね。私の頭のサイズ、はい、ということは何センチありますか。わかんないです。でも、まあ、確かにカチューシャでもちょっとずらしたら8針とかでも大丈夫だと思いますよ、カチューシャは。どうだろう、まとめない方がいいか、迷ったらまとめない方がいいかもしれない。でもすごいふわっとしてるけど甘くない感じ。アイスさんがつけてるピアスですか。今日何つけてるんですか。今日は、あ、はい、あとで着用をそれぞれ紹介します。ちょっと面白いかわいいかもって思ったので、ちょっとここで止めてみよう。はい、よ、私この角度大丈夫です。ね、もうちょっとこれでやったんで、ちょっと面白すぎる。あ、ちょっと面白すぎた。面白すぎました。やめよう、はい、うん、以上です。以上です。じゃあ着用、そうですね、着用、はい、着用を、あ、じゃあ愛さんの、私、あ、ちょっとすごいカラカラ絡まってる、ポステラと、ポステラとサーフィスチョーカーです。サーフィスチョーカー愛さん遊び出したって絡まってます。そう遊んでいただいて、今ちょっとオイルとかすごいつける感じになってたので、うん、これはロゴと、あとね、フォグとパスと、ロゴの
ピアスです。これ直営店で販売してま してます。でパスと後ろが、ネイキッドコームのショートとブルーヘアピアスです、です、はい、急に終わった、はいはい、私は販売中のロホを少しお借りしました、はい、ロホのチャームと同じくポストラです、はい、なんか、はい、トップつけるとアイさんと同じ商品つけてるんですけど全然違う、ね、違う印象になるよね、はい、全然ね少し短めにつけてるんですけど、うん、重みで長く見えたりします、うん、ちょうどここが少し空いてるので、うん、ここにスポット、うん、チャームが入る感じで、はい、入る感じに計算高い計算してみました。で私もちょっと冬とかになるとロホっていうかこのロホリングがちょっと大きいので、うんうん、アイさんはホグで止めてたんですけど私はドロップスで止めてます、うんうんうん、でもなんかダブルのリングみたいに見えてなんかこう1個付けと2個で付けるのとまたちょっと、うん、雰囲気ね全然違うよね、はい、かメモリアみたいな感じに見えるのでよく付けてます。でデブリス L と、グレーシアメメントアリードリングです。はい、で、スピアーピアスです、うん、スピアーすっごい好きなんですよね。ね、可愛いよね、はい、なんかシンプルだしね。そうなんです、うん、ということで、今日は、はい、ひかりちゃんの5パターンアレンジをしたのでもし途中から見られてるからまた後からアップしますのでよかったら見てください。はい、はい、アズールコームは皆さん買えましたか？オンラインと、はい、一応直営店も販売スタートしてます、はい、ちょっと少量ですけど、では皆様お時間お付き合いいただきありがとうございました。楽しかった。